逆転裁判ということで、逆転裁判を今日もやっていきたいと、思ってはいたんですけども、皆さんに最初に謝罪をさせていただきたくてですね、2点ございます、謝罪が。まず1つ目がですね、私前回刑務所にねお菓子の差し入れができると言ったんですが、拘置所までしかできなくて、刑務所はお菓子の差し入れできないというのが、1点とですね、ゴンタが、一緒に作って遊ぼうやっていたのは、ワクワクさんではなくてノッポさんだったという、ことでですね、私はワクワクさんとゴンタさんが一緒にやってるみたいな誤った情報を皆さんにお伝えしてしまいまして本当にもうきちんとね調べずにって不快な思いをさせてしまったということで、二度とそのようなことはないように気をつけてね配信していきたいと思いますので、すいませんでした。ゴンタとワクワクさんだという、やっていきますか。いきましょうね、みんな元気出して、こう信頼を回復しないといけないから。ここからね、失敗はあるんだから、人間誰しもがね、もう離れてしまった人いるかもしれない、前回のこんな嫌な思いすると思わなかったで、逆転裁判見てて、ね、ワクワクさんのファンの方とかもおられますから、ね、我々の責任ですから、これはね、本当にも謝罪をして、本当は自粛しようかとも思ったんですよ、今回、ね、しばらく活動自粛しようかと思いましたが、やはりね、この配信継続することによって反省の、ね、意思を示そうということで、もう作家が2人とも下向いてね、携帯いじってます。僕の話なんか聞かずに、早く始めろよっていう顔で携帯いじってます。よくないですよね。やっていきましょう。法廷パートだ。法廷パートで、前回かなりいろんなこと分かったけども、結構あれじゃないの、もう芝生像でしょ、黒幕は ほぼ全てのね、芝生像が悪いんでしょ、芝生像悪いっていう回でしょう今回。行きましょう、やるしかないです。盗まれた逆転じゃない、逆転のレシピ、法廷前編だ、前編後編だ、行こう。1月8日午前9時46分、地方裁判所被告人第一控室。おはようございます。なるほどさ、まこちゃん。おはよう、まこちゃん。今日はどうすか？昨日の法廷、謎だらけで終わっちゃったっすけど。そういえば、その謎に関しては何にも分かってないな。何やけ、謎って。大丈夫だよね、なるほどくん。もちろんだよ。今ちょっとだけあさっての方を見たっす。違うよ、明るい明日を見据えただけだ。何なのかよしの、不安よな、まこちゃんはな。そろそろ時間だよ、まこちゃん、被告席に行かないと。じゃあよろしくお願いしますね、なるほどさ。俺な、まこちゃん拘留されてんのにな、全然ここに出てこれんねんな。普通にな、警察官とかなしにな、普通拘置所とかから、留置所からな、裁判所の地下にブーンって車で行って、そのなんかちっちゃい待合室みたいなとこ待たされて、そっから直接なんか係官みたいな人と一緒に上がってくるからな、なかなか廊下で喋ったりできへんけどな、ほらあんた、伊藤の子さん、ダメじゃないですか、まこくんを不安にさせちゃ。なんで知ってるんですか？ドアの影から外見てたっす。はあ。そんな情けない顔しちゃダメっす。そんなあんたにはこれっす。糸の子さんも始めたんですか？アロマテラピー。いやいや、そうじゃないっす。覚えてないっすか？これ。そういえば、アロマテラピーのボトルじゃないな。これはなんだ？捕まえ。
あんたがトレビアンのキッチンで見つけたコビンス。あ、何やったっけ結局これって。うわすごい、小さな瓶がぎっしり。アロマテラピーのオイルか。床の上にまで溢れてるぞ。あれ、この瓶だけなんか違うよ。ああ、そうか、ここで見つけたやつか。そうだね、ラベルもないし、それに匂いもしないよ。なんか危なそうやな。この瓶の中身の分析結果がやっと出たっす。あ、もしかしてあれですか、猛毒。残念ながら全然違うっす。何？毒じゃないの？これは薬だったっす。薬？耳に垂らして使う外用液っす。耳か。あ、え、あの岡高雄のやつ？耳にってことはもしかして鼓膜が破れた被害者岡高雄に処方された薬です。岡高雄の薬がキッチンで発見された？え？小瓶、被害者の耳の薬、正体不明の指紋が付着、キッチンに開け。薬なくなったって言ってたよね。それはキッチンにあったってこと？お？なぜ？あの、糸の子刑事、正体不明の指紋というのは、暗式の手違いで瓶の中身の分析しかしてなかったっす。あと1時間もあれば指紋の検査もできたっすが、証拠としては弱い気もするな。しっかり時間あげろよ。こんな毎日すぐやるから裁判を。さあさあ、時間っす。今日こそ決めるっすよ。今日の法廷、必ずあの男を引きずり出すんだ。そうだね、来るかね。同日午前10時、地方裁判所第4法廷。出た、どうぞ。これより鈴木真子の法廷を改定します。弁護側準備完了しております。はい、こっちは閉廷の準備ができてるぜ。ちょっと数えよう、もう一回。今日こそ数えよう。ちゃんとメモってくれ。紙で正の字でちょっと書いていてくれ。この正の字、正の字もいるけど、正の字でメモっていてくれ。あれ、正の字っていうものが正しいらしいな。なるの字じゃなくてな。分かんない人はね、語の特別で、ね。こっちは閉廷の準備で言うてくれるね、護道さん。コーヒー数えますからね、今日は。毎度頼もしい限りです。昨日の証人、五十嵐翔平さんはこう証言しています。被告人、鈴木真子が被害者のコーヒーに粉末を入れたと。後ろ姿しか見てへんかったって話だな。ただ、五十嵐さんの証言にはいくつか問題がありました。カップの後は、被害者が右手でコーヒーを飲んだことを示している。そうだね、これあったね、この話。しかし、証言では被害者は左手でコーヒーを飲んでいる。さらに五十嵐さんの目撃証言によれば、被害者は聞こえるはずのないラジオを聞いていました。鼓膜が破れた左耳にイヤホンをつけて。イヤホンと矛盾だらけだね、こりゃ。ええ、ごくごくごくと香り嗅いで。くっ、いいことを教えてやるぜ、裁判長。地球は回り、俺たちも回ってるんだぜ。え？なんで？今日もいきなりよくわからないのですが、昨日の謎は今日も謎。いい香り。そんな考え方はもうお呼びじゃねえってことさ。なんかあるの？準備が。時代は変わる。そいつが俺のルールだぜ。ルールなの？時代は変わるが。人のルールじゃないの？じゃあ、あなたは見つけたというのですか、この矛盾の答えを。豆を食う老人は豆と共に真実を投げていたのさ。そうなんだよな。でも確か五十嵐さんはね、嘘ついてなさそうっていうのはその通りなんだよ。そいつを証明するぜ。それは仕事やから、あなたも。
それでは最初の証人を入廷させてください。あ、本土坊さんからかい。なんだあんた。ボンジュー皆さん、本土坊かおるシェフやってます。うん、なんでタンクトップだよなこの人な。なんで袖ないんやろな。あの、失礼ですが、初任はその女性なのですか。そんな音聞きせある。おおらら、私花も恥じらう男。あんた事件当時トレビアンのキッチンにいた。間違いねえな。あなたとなら。ん？何？間違いを起こしちゃうかも。セクハラやめてください、本田ボス。本手ですよ。あ、2だよ。2だよ。間違いなく2。え、メモってる？すげえ、全く動じないぞ。それでは、早速証言をしていただきましょう。事件が起こった時、トレビアンで何があったか。うぃ、ボロンティエ。ボロンティエってどういう意味だろうな。トレビアンで何があったか。事件があった時、お客さんは二人っきりだったわね。二人っきりね。あの日、実はうち、インテリアの改装工事をしてたのよ。テーブルの間に大きな鏡が置かれたりしたわ。鏡！来た鏡！あのおじさん、それを見ちゃったんじゃないかしらね。来たよ鏡。カップの手に、イヤホンにメガネ、全部左右が逆だったんだから。ほら鏡来たやろ、言うた通りやんが。鏡ですって。ウィーグランミロワール。それは大きな鏡がね。鏡だって泣きだよ。これで立証できたわけだぜ。そういうこと？証言の矛盾？地球は回り、俺たちも回っているってことがな。それは立証できてない。全然立証できてない、それは。コーヒーカップにイヤホン。確かに右と左が逆であるものばかりですな。そうだね。そんなバカな。でも何、鏡をどこにどう置いてたのな。それでは弁護人尋問をお願いします。トレビアンで何があったか。事件があった時お客さんは二人っきりだったわねと。その二人のお客さんというのは、もちろん亡くなった若い男の子と、もう若くない男の子の二人。昨日の証人ですか。まこちゃんが見たもう一人の客。やはりその存在を認めるつもりはないみたいだな。あ、そうか、こいつも共犯なんやった。そういえば何か証拠がないとね。仕方ない、他のところを攻めるとするか。そうやった、めちゃくちゃ偽証してる可能性あるとことか、こいつはな。あの日、実はうちインテリアの改装工事をしてたのよと。インテリアの？初めて聞きましたけど。あら、そうだったかしら。どうして今まで黙っていたんですか。おかしいわね、真っ先に話したつもりだったのに。ちょっといいですかな。そのインテリアというのはやはりインテリゲンチャの違いです。なんか、まあ、よう言うなこのインテリゲンチャな。いやいや、インテリアというのは内装のことです。なんかインテリのことインテリゲンチャって言うらしいね。なんかそれも勉強になるね。壁とか床の絨毯とか家具とか。あー、はいはい、そっちですか。もうちょっと乙女な感じにしたくて、大胆に模様替えしようと思ったのよ。テーブルの間に大きな、これどう置いてあるの？テーブルの間に大きな鏡が置かれたりしたわ。
大きな鏡というのはどれくらいの？幅が4メートル、高さはそう2メートルぐらいかしら。幅4メートル、高さ2メートルか。結構大きいね。でけえ。天井にバーンと貼ってやろうかと思ったわけね。天井に？で、天井ですか？鏡なんてあったっけ？まあ結局やめちゃったんだけど。どうする？もっと詳しく聞いてみるか。まあこれは揺さぶらして鏡気になるから。どう置いてたの？そんな大きな鏡があったら誰かが証言するはずです。五十嵐さんも被告人も一言も言っていません。そうよな、めっちゃ目立つもんな。そんな、そう、それは嘘なんや。嘘なんだ。聞かなかったあんたが悪いぜ。なるほど、来るよ。3番目来るから来るよ。来ないか。なんですって？事件の前日、確かに鏡はトレビアンに届いている。え？インテリアの改造は確かに行われたのさ。まあその鏡は使われなかったようだがな。怪しすぎるな。怪しすぎるよ。たとえ鏡がトレビアンに届けられていたとしても、それが店内にあったかどうかは立証されていない。くっ、睨むなら鏡の中の男にすることだ。きっとあんたを睨み返してくれることだろうぜ。深淵みたいな言い方して。深淵を睨み返したとき、また深淵もこちらを覗いているのですみたいなね。大きな鏡に被害者の姿が映ったと。あのおじさんそれを見ちゃったんじゃないかしらね。伊作郎、普通気がつきませんか？鏡なんですから。いきなり普通か。そんな言葉に何の重みがある？ことなかれ主義の泣き言よりたちが悪いぜ。どういうことですか？普通ありえない。そんなことを言い出したら、何？そんなギザギザな弁護士やちょんまげのお嬢ちゃん、それにこんな仮面をつけた検事に居場所なんかねえぜ。自分で言うんや。普通じゃないという自覚はあるんや、ゴド。なるほど、トマヨイちゃんはともかく。普通ちゃうなと思ってつけてんや、それ。やめ？ピアスも二つもつけて。いくらなんでも、ちょんまげはないでしょ。まあまあ、ちょんまげは別にいいな。なくはないと思うけど。まあ、確かに。普通という言葉は何の根拠にもなりません。まあ確かに普通こうやろって言ったところでな、確かに証言ひっくり返らないわ。じゃあこれで筋は通ったわけよね。カップの手にイヤホンにメガネ、全部左右が逆だったんだから。カップの手にイヤホンにメガネ、全部左右が逆だったんだ。見たものを全部ですか？うぃ、豆のおじさんの証言もう一度思い出してみようよ。あのおじいさんが正確に何と言ったか。おう、やつはメガネをかけた王の耳にラジオのイヤホンをはめとった。そうだね、言ってたね。間違いないぞ、ぶち込んでやがったのさ、左の耳にな。そしてそのままその手で腰を飲んだ、左手でな。言ってました、言ってました。これが鏡に映っていた姿だったのなら、左だったのがみんな右になるわけだよね。それでこの証言、おかしなところはなくなるのか？け、それにしても鏡なんて、豆のおじさん、鏡に映った姿を見ただけなの？そうなるとあの証言に矛盾がなくなるよ。まこちゃんの立場が悪くなっちゃうね。あのおじさんの証言、もっとよく考えてみようよ。あ、でもね、なんかわかる気がする。ちょっと待って。あの日実はうちインテリアに改装工事してたのよ。テーブルの間に大きな鏡が置かれたりしたわ。それを見ちゃったんじゃないかしらね。で、カップの手にイヤホンにメガネ、全部左右が逆だった。はいはいはい。カップの手、イヤホン、一個おかしいよね。一個おかしい。写真、あ、違う違う、これじゃなくて、
あ、映ってへんか。あ、でも待って、人物ファイルか。ほら、これやっぱ左手にモノクルを装着してて、メガネの方にイヤホンつけてたって言ってたよね。だったら、おかしくないか。おかしいよな、おかしいよな。それやったら右、あれ、左って言ってたけど、それ合ってんねんな。モノクルが左っていうのは合ってんねんな。そうなんよ。ちょっと待って、モノクルが左っていうのは合ってるよね。モノクルが左って合ってるけど、カップはないのか。あるわ。で、これ右手で飲んでるけど、モノクルは左なんや。人物ファイル突きつければいいのか。これいってみ。意義あり。カップにイヤホン。ほら、来た。そしてメガネと。五十嵐さんの証言を思い出していただきましょう。奴はメガネをかけた王の耳にラジオのイヤホンをはめとった。そうなんや。だからここは左なんや、絶対。だから実際は右だったっていうのが矛盾するんだよな。間違いないぞ、ぶち込んでやがったのさ、左の耳にな。そうなん、左の耳なんや、実際。この証言をまとめると、モノクルとイヤホンは両方とも左耳につけていたことになります。そしてそれが鏡に映ったのならば、モノクルとイヤホンは右耳に見えたはずです。そうなんだよ。トレビアン、やればできるじゃない、試してたみたいな言い方して。しかし、ここに大きな矛盾が生まれるのです。もし五十嵐さんが鏡に映った被害者を見たのならば、なぜモノクルだけが左右逆になっていなかったのか。そうだそうだ、いいぞ、なるほど。静粛に静粛に、その通りです。この証人が目撃したのが鏡に映った姿ならば、被害者は右の耳にメガネをつけているはずです。そうな、左なんや、実際に。3倍前、3やな、3ですか。3ね、よしよしよし。逃げ、あんたも早くこの味が分かる大人になることだ。マルほど味が分かるって言うてるやつは苦いって言わへんねん。まろ、なんかコクがあるとか言うの。どういうことですか。あんたはこの証人の性格が分かってねえのさ。性格ですか。こいつ覚えてるだろ。花瓶を割っちゃってごめんなさいですか。そう、あのじいさんはには、あのじいさんには一つの癖があるのさ。印象に残ったことほど勘違いして記憶する。確かにな。この被害者の面、一番目立つのはどこだ。うん、モノクルか。それはやはりそのモノクルでしょうな。そう、じいさんまたやっちまったのさ。モノクルがあまりに強く印象に残った。だから、3、4、4、4、4、4、4。お、なんか違う曲来たよ。あ、そうか、五十嵐の曲か。わしはイヤホンと一緒にイカれたメガネも見たんだ。そうだよ、一直端にぶち込んだんだ、左耳に。どうだ、なるほど。ぐ、じいさんのモノマネか、今の。そうやな、モノマネしたんちゃうかなと思った今。モノマネ上手だね、後藤健二。モノマネすんの可愛いな、なんか急に声は色変えて、あんな格好つけてんのに、いつも。なるほど、あそこだけ本気でモノマネして。そこまで。確かに昨日の商人は早とちりの多い人でしたね。せっかくの矛盾が早とちり扱いされてるよ。うん、鏡は豆を食わねえ、そして嘘もつかねえのさ。じゃあ実際じいさんが見たからくりは何だったのか。あんたはそいつを知っている。そいつを話してみな、聞いてやるぜ。うぃ、お店の上面図を見ながら聞いてちょうだいな。鏡について、重要だよこれ。
じゃあ皆さん用意はいいかしら。うん。鏡はテーブルの列を2つに分けるように置いてあったの。邪魔やろうけど、そんなあったら。鏡に映った被害者を見ることができる席は1つしかないわね。ああ、そっちなの？思ってた場所とちゃうな。うん。それは被害者の隣よ。そこがおじさんの席だったのね。事件が起こってさすがに邪魔だったから鏡をどかしたの。あっちから見たら、あっちからこう映ってたら右耳につけたように見えるか。まあな、右と左反転するか一応な。でも他のものには一切手を触れていないわ。確かに今の説明に問題はないようです。被害者の隣の席なら鏡に映った姿を見ることができますね。うん、まあそうやけどな。私、罪作りな女ね。男たちを惑わせちゃって。心配いらねえさ。惑わされたのは、そこで冷や汗を流してる誰かさんだけだぜ。うん？ああ、ほんま流してる。くそ。鏡以外のものには一切手を触れていない。間違いありませんな。ボロンティエ、もちろんよ。それでは弁護人尋問をお願いします。ほう、鏡について。鏡はテーブルの列を2つに分けるように置いてあったの。ちょっと待って。でもさ、写真に写ってへんのは関係ないのかな。ここに鏡が。これ、まあ、いつ、どのタイプ、鏡あったら、映ってへんとかなんかある？分けるように置いてあったの。リサイクル。上面図で確認すると、ここですね。ウィーじゃありませんよ。なんでこんな邪魔なところに鏡なんか。そうだね。あんたに邪魔を語る資格はねえぜ。なんでよ。はい。目障りなところに立ち上がって来るよ。いやいや、ここ僕の席ですから。あのレストランの基本スタイルは客がいないってとこだ。一時的に鏡があっても邪魔にはならねえさ。あんたと違ってな。なるほど。とにかく鏡は置いてあったわけなのよ。鏡に映った被害者を見ることができる席は一つしかないわね。待った。それはどこですか？あらあら、そんなに身を乗り出しちゃって。お姉さん、年下キラーだからもっと焦らしちゃおうかしら。承認してることはさっさと証言するように。お姉さん、おじさまキラーだし、さらに焦らしちゃおうかしら。むぐあきゃ、まはめなん、ご、ご、ご、あいつには熱い恋人がある。いくらでも待つぜ。熱いコーヒー飲んでるよ。鏡に映った被害者を見ることができるテーブル、それは被害者の隣よ。そこがおじさんの席だったのね。これはでもさ、まこちゃんに聞けばいいのにね。実際どこに座ってたかを知ってるでしょ、まこちゃんも。どうしてそういうことになるんですか？だから正面図を見ればわかるでしょう。まあそうなんやけど、被害者の姿はこんな風に鏡に反射するわけだから、ほら、隣にいればはっきり見えるじゃない。アメンのおじさん、あの席に座ってたわけだね。事件が起こった時、おじさんが被害者の隣に座っていた。なんかおかしくないか？事件が起こってさすがに邪魔だったから。ああ、一周した。他のものには一切手を触れていないわ。あ、これまだ言ってないっけ。邪魔、これ言った。待った。それは五十嵐さんが警察に呼びに行ってる間に。
そうよ、お店の外に運び出したわけ。ああ、そんなでかい鏡一人で持ってたんですか？お姉さんモテモテだから。うん。護道賢治が笑ったよ。まあその体格なら可能でしょうな。まあ力はありそうではないな。商人、他に現場から動かしたものはありますか？世話好きな女に見えるでしょう私。でも他のものには一切触れてないわ。間違いありませんね。鏡をどかした以外は何も触ってないの。弁護人よ、何か現場におかしな点でもあるのですかな？はっきりしないんだけど何かモヤモヤするような。弁護士さんは胸上げみたいだぜ。そんな時はこれ、ローズマリーとミルーラとレモンのエッセンスをコーヒーに入れて飲んでみるがいいぜ。とにかく何か証拠を探すしかないか。やっぱりおかしいよね。そんなに大きな鏡のことなんて誰も何も言わないなんて。あこちゃんも豆のおじさんもトレビアンの店内に鏡なんかなかった。確かにそう考える方が自然だな。なんとかして立証しよう。店内に鏡はなかった。店内に鏡がなかったことを立証するの？この写真は違うのかな。といってもさ、ここに座ってた、ここにどけてから撮った写真ってことかな、これは。でもで、この左側の席に、おおおおお、ちょっと待って、証言。なるほどね。普通に見ることできる席は一つしかないわね。それは被害者の隣よ、そこはおじさんの席だったのね、と。はあ、ここでいいかな。場所を間違えるな。あのには一切触れて、OKOKOK。甘いよ、ほんとも。これを見ても、同じことが言えるかい？裁判長、今の証言は、この証拠品と矛盾しています。これは、現場写真ですか？この証拠品と矛盾していますってセリフドキッとするからやめて。間違えたんちゃうかなと思うから。ここには本来あるべきでないものが映っているのです。なんですって？あるべきでないもの同士、ピンとくるものがあるんだろうぜ。それでは弁護人、示していただきましょうか。この写真にあるべきでないものとは、これだね。もちろんこれです。あるべきでないもの。花瓶ですか？しかし一体何の関係が？裁判長、このテーブルに花瓶があってはならないのです。この証拠と明らかに矛盾しますからね。これが関係あるんやね、やっぱり。何の意味があんねんと必死思ったけどね。昨日の証言ではっきりしたことは一つ。五十嵐さんは自分の席の花瓶を割ったということです。しかし、被害者の隣のテーブルには、この通り、ちゃんと花瓶はある。つまり、五十嵐さんの席は、被害者の隣ではなかったのです。こい。バカな。ありえねえ。それ以外の席で、鏡に映った被害者を見ることは不可能だぜ。その通り。結論はただ一つ。あの日、トレビアンに鏡など存在しなかった。オンドボーさん、あなたの証言は全くの大嘘です。キャー！異議あり。来た、ここで。割れた花瓶なんざ片付けちまったんだろうぜ。警察の連中が現場を探してもたもたしてる間にな。異議あり。残念ながらそうはいきません。オンドボーさんは確かにこう証言している。
鏡以外のものには手を触れなかったと。いいね、なるほど、爪も。くぅー、証人どうなのですか。やっぱり店内に鏡なんかなかったんだ。しかしそうなると最初の疑問に逆戻りです。被害者はなぜ聞こえないはずの左の耳にイヤホンをつけていたか。人生は一度きり、真剣勝負だ。逆戻りなんて認めねえぜ。鏡を否定するのならなるほど、あんたに答えてもらおうとするぜ。あのじいさんが見たのは一体何だったのか。この謎の答えは真相に一歩大きく近づく。大丈夫なの、なるほどくん。この事件では矛盾は一つじゃない。どういうこと一つじゃないって。分かんないよね、まいちゃん。僕も分かんないんだよ。まこちゃんが見たことを思い出してみるんだ。被害者のテーブルにはもう一人の客がいた。被害者のテーブルにはサンプルの CD が置いてあった。ことごとく五十嵐さんの証言と食い違っている。あ、そこも食い違ってたっけ。 CD もなぜこんなことが起こったか、答えは一つしかありえない。え、それでは弁護人、あなたの答えを聞きましょう。わかりました。五十嵐さんが見た被害者の矛盾、その原因は証人の勘違い、耳鼻科医師の勘違い。被害者は偽物だった。被害者は偽物だった。え、怖いわこのゲーム、ほんま。え、これは耳鼻科医師の勘違いか。実は出す薬間違えたと。まあ、偽物だったってこと。ちょっと待てよ。え、偽物、偽物だから。え、ちょっとわかんないけど、でも証人の勘違いでもなければ耳鼻科医師の勘違いでもないから偽物ですか。ちょっとここはなるほどに任せるわ。この事件は不思議なほどに食い違いが多い。それらの矛盾を解決する答えはたった一つ。それは五十嵐さんの目撃した事件と被告人が体験した事件、この二つは全く別物だったのです。ちょっと待って、なんだと。五十嵐さんの見た被害者は岡高雄ではなかった。そのふりをした別人、偽物だったのです。当然偽物の鼓膜は破れていなかった。そういうこと。でもどういうこと。だから左耳にイヤホンをつけてしまったのです。偽物だったらそう。来たよ、6杯目。ごくりと。ブワー、一回なんで飲んでからびっくりするの。びっくりしてから飲んだらいいのに。静粛に。静まらなければ大抵を命じます。カンカンうるせえじじいさん、あんたが大抵しな。ってなるよな。これってこっち、こっちが悪いのって。みんながうるさかったから注意したらこっちが怒られんのってなるわな、裁判長な。じいさんが見たのは偽の事件だったっていうのが。そうです。誰かが岡高雄になりすましてコーヒーで倒れる芝居をした。ほう、それで。もちろん五十嵐翔平に見せるために。意義あり。馬鹿げてるぜ、一体何のためだ。決まってるじゃないですか。五十嵐さんの証言で最も重要なポイントは、女給さんがコーヒーを運んできたのだが中に何か入れたのだ。女給さんの正体こそ被告席の婦女子、よーく覚えておる。まさか。
五十嵐さんに偽物の事件を見せた理由は一つ、被告に鈴木真子の犯行の瞬間を見せるためです。ああ、そういえば殺害時刻結構幅あったな。その鈴木真子も偽物だったってわけかい。確かに店内に他の客はいなかった。しかしシェフはいた。こいつが気づかないはずはねえ。その通りです。証人いかがですか。店内でそんな芝居が行われていたのならあなたは知っていたはずです。それはあれ難しい問題ね。いきなり？いけ、なるほど。いや、簡単なことです。証言してくれればいい。あの日トレビアンの店内に偽物がいたかどうか、その証言で全てがはっきりするでしょう。弁護人の要請を受けましょう。証人に証言を命じます。事件当日の店内の状況を細かく正確に。ボロが出両方から、へい。事件当時店内の状況。被害者のムッシュタカオ一人でって店に来たわ。確かそのすぐ後にあのおじさんも店に来たのよ。店内には他にお客さんはいなかったわ。お、宝くじが当たってムッシュタカオは大騒ぎだった。その5分後ぐらいだったかしら、あの事件が起こったのは。偽物が芝居する暇なんかなかったわね。矛盾ね。結局店内に鏡はなかったのですね。ビブデマンパルドン、許してちょうだいな。お店のゴタゴタを早く片付けたくてあんな嘘を。ああ、嘘はついてるやんか。あなたのしたことは偽証罪にあたります。そうだね、宣誓した上で偽証してるわけだね。処分は後で言い渡しましょう。ういそれでは弁護人尋問をお願いします。ホント坊さん、偽証罪で参るのは早すぎるだろう。この尋問が終わったらそれでは済まなくなるはずだ。なるほど。事件当時店内の状況。被害者のムッシュタカオ一人で店に来たわ。あった。そして一人でテーブルに着いたわけですか。もちろんよ、私キッチンから見てたから。被告人の鈴木真子は違うものを見ています。被害者のテーブルにはもう一人の男が。やりきた。く、残念だが、まるほど。被害者が一人っきりだったことは昨日の証人も断言してるぜ。あんたのもがき様を見てると思い出しちまうぜ。甘酸っぱいあのコーヒーの味は。どれや、どのコーヒーや。どんなコーヒーだよ。コーヒーじゃなくて濃いだよね、甘酸っぱいのは。そうだよね。迷いちゃんもそんなことを言う年頃になったか。この小学生でも言うで。確かそのすぐ後にあのおじさんも店に来たのよと。難しいな、この辺。なんやろね。五十嵐翔平ですか。うちのコーヒーの味がわかる通なお客さんなのよ。俺も一度だけあのコーヒーを飲んだことがある。すごい味だったな。確かに一口飲む価値はあるぜ。嬉しいわ、また飲みに来てね。一口飲む価値はある。しかしそれ以上じゃねえさ。あのじいさん、被害者とほぼ同時に店に来たらしいな。それでもう少し情報されてみるか。何分後に来たか、何時頃に来たか、何分後に来たか。被害者が店に来たすぐ後に五十嵐さんも来たんですよね。そうよ。その隙間に何かあったのかもしれない。どれぐらい後でしたか、被害者が来てから。そうね、2分ぐらいかしら。2分ですか。全然まあないね。すぐよね。
そんなに短い時間では何か工作をするのは無理ですな。しまった、深く追求するべきじゃなかったか。え、嘘、よくなかった。ちょっと待って、それがもう一個選択肢あったよ。店内には他にお客さんはいなかったわ。ということは客は被害者と五十嵐さんだけ。何度同じことを聞けば気が済むんだ。まるほど、俺は同じブレンドを2杯飲む趣味はねえぜ。え、毎回違う味飲んでんの？え、あの店に偽物の被害者がいたことにしたいようだが、そいつは無理ってもんだ。あとの豆はコーヒーにはならねえ。そういうことさ。どういうことですか？あとの豆はコーヒーにはならない。あ、来た。なんだどこかに穴があるはずなんだけど。宝くじが当たってムッシュ高尾は大騒ぎだった。宝くじね。あなたもそれを見たんですか？私キッチンにいたんだけど、騒ぎが聞こえたから5000万円だみたいな。その騒ぎ、当然被告人も聞いていたはずだな。そうね。まこちゃん、豆でっぽくなったハットみたいな顔してたわ。ちなみに五十嵐さんは？豆を喉に詰めて目を白黒させていたわ。事件がもう一つ増えるところでしたな。事件とか事故ね。その5分後くらいだったかしら、あの事件が起こったのは。2分後に来て5分後に事件。その時あなたは何をしていたんですか？お客もいなくて暇だったのでは？私、二つの顔を持つ女だから。どういうことですか？シェフの本土坊カオルと詩人のクラリス本土坊。クラリス。5000万円の借金をしている私が作った料理を食べた客が5000万円のくじを当てた。その怒りを死にしていたの。プルコはなぜに。ご披露しちゃおうかしら。しないでください。プルコギみたいなこと。結構です。偽物が芝居する暇なんかなかったわね。事件が起こってから警察への通報はすぐに？あのおじさんに公衆電話から通報してもらったわ。なるほど、あんたの主張では偽物の被害者の芝居はあのおじいさんに見せるためだった。つまり事件が起こった後はもう芝居を見せるチャンスはね。確かにその通りですな。どうかしら、疑いは晴れたと思うけど。土坊さん、やっぱり事件に関係あるのかな。間違いないだろうね。岡高尾の偽物は存在した。彼がそれを知らないはずがないよ。ずっとトレビアにいたんだから。でもそれならまこちゃんだって気がついたはずじゃないかな。彼女は気絶していただろ、事件が起こった時には。あ、じゃあ偽物はその時に、この証言に矛盾を見つけた時にわかるよ。なるほど。一人で店に来た。ここちょっともう一回しゃべるよ。五十嵐翔平ですか？うちのコーヒーの味がわかる通なお客さんなのよ。俺も一度だけあのコーヒー飲んだことある。すごい味だったな。確かに一口飲み価値はあるぜ。嬉しいわ、また飲みに来てね。一口飲む価値はある、しかしそれ以上じゃねえさ。あのじいさん、被害者とほぼ同時に店に来たらしいな。もう少し情報探ってみるか。はいはいはい、これでもう一個、何時頃に来たか。ところでおじさんが店に来たのは何時頃でしたか？そうね、よく覚えてないわ。確か昨日の証言に、証人によれば、通報はおっかないじいさんから2時25分に入ったっす。
2時25分ね。うん。ということでしたが、来店から事件が起こるまで20分ぐらいだったから、2時から2時10分ってことになるかしら。2時過ぎか。おじさんのおかげで思い出せない。思い出せたわ。ありがとう。おおお、たまには役に立たないとあれですからな。記念にその時間を証言に加えていただきましょうかな。ウィムッシュ裁判長、いいわよ。メルシービエンなんて。おおお、わかるんだ裁判長、フランス語が。裁判長ご機嫌だな。あんな歌でシャンソン歌ってるよ。で、その後すぐおじさんも来店を2ちょっと過ぎぐらいかしら。おじさんも来店2ちょっと過ぎ。この時間関係ある？2時ちょっと過ぎ。ちょっと待って、証拠なんかあったっけ？時間に関する証拠なんかある？お弁当。ラジオ！はい。OK。以後、もう一丁。ついに捕まえましたよ、ホント坊さん。クワ、何かしら。被害者は事件当時、イヤホンでラジオを聞いていました。長者ラジオ。毎週5000万円の当選番号を番組の中で発表しています。ムッシュタカオはその番組を聞いていたわけね。全く問題ありませんな。そうでしょうか。なるほど。被害者たちが来店した時、午後2時を過ぎていたそうですね。間違いないわ。はっきり思い出しちゃったから。ランチのサービスタイムが終わる時間なのよね。どういうことだ。なるほど。この番組は午後1時30分から始まるんですよ。史上で最もスリリングな10分間を放送するために。1時30分。被害者は大騒ぎしたそうですね。宝くじが当たったと。しかしそんなことはありえない。絶対に。いや待てよ、ラジコで聞いてたらどうする。ラジコの可能性も検討したかなるほど。ラジコなら1週間聞き逃しは大体聞けるぞ、どの番組も。なるほど。いいか。いいか、それで。いいんやな。その30分も前に、番組はとっくに終わっていたのだから。ノー！この被害者は、ありえない行動ばかりとっている。かっこいい、これ好き。曲。聞こえるはずのないラジオ。終わってしまったはずの番組。それらの矛盾を解決する答えは一つしかない。全ては本来の犯行事件時間から時刻から30分ずれた偽物だった。あの日トレビアには2人の岡高尾がいたのです。真犯人に毒を盛られて死んだ本物の岡高尾と、五十嵐翔平に見せるために仕組まれた偽物の岡高尾と。確かに、そう考えなければ時間のズレに説明がつきません。意義あり。調子に乗ってるようだな。なるほど。だがあんたの乗ってるのはガキのリズム。8ビートだぜ。8ビートのことガキのリズムって言ってるこいつ。なんでやねん。いいやろ別に8ビートも。お前は16ビートしか大人のビートとして認めへんってことか。五道さんよ。調子に乗るってそういうことなのか。いいか、あんたの無茶な主張通り、午後2時過ぎ、偽物の岡田顔がじいさんの相手に芝居を見せたのならば、その時本物の岡田顔はどうなっていたんだ。そんなの考えるまでもありません。本物はとっくに毒殺されていたはずです。ちょっと待てよ。ここでちょっと
死亡推定時刻は1時30分から2時30分ね。オッケー。当然そうでしょう。意義あり。分かったな、なるほど。なんだと。それなら、あんたには立証できるってわけだな。その死体が一体どこに消えちまったのか。難しいな。死体が消えた。店内に客は一人きりだった。それがじいさんの証言だ。その客が偽物の岡隆夫だったとしたら、犯人は本物の死体をどっかに隠したはずだぜ。あいやそりゃそうだろ、他にあるんだろ。弁護人お聞きの通りです。あなたが自分の仮説を立証するためには次の問題に完璧に答えてもらう必要があります。すなわち犯人が死体をどこに隠したか。はい。もちろん当てずっぽうは許されねえ。死体が隠された場所、証拠品で立証してもらうぜ。証拠品。なんか急に風が冷たくなってきたよ。矛盾を暴いて進めたつもりが、いつの間にかこっちが追い詰められている。いやいや、どうなんだろうな。それではなるほど、伺いましょう。本物の岡隆夫の死体が隠されていた場所はどこですか？二択ですか？トレビアの天外、天外。天外ってことあるより、天外ってことあるか？まずは外に隠すことないな。普通中に隠すよな。しかも外やったらな、見られたりするやろうしな。宅で言ったら中じゃない？中なんかあったっけ？外に関係するもなんかあった情報。裏口みたいな、裏手みたいなのないもんな。基本外はないんじゃないかな。1時半から2時30分、2時に来たとしても1時半から2時の間に殺してたってことだよね。それで、ジェニーとかにある。まあ分かんない。でも中かな。死体を天外に運び出すのは危険が多すぎます。大きすぎます。そうだよね。当然店内のどっかに隠したはずです。それは面白い。一体店内のどこに隠すことができたのか、この上面図で示していただきましょう。わかりました。トレビアンの店内で隠されていた場所、ここで殺害されて、この辺？キッチン？根拠はないけど、テーブルの下とか置か、普通はキッチンか？この辺か？なんかあったっけ、この辺。店の中でいうと、キッチンぐらいしかスペースないよ。机の下。でも使ってたもんな、多分普通にな。どこに座るか分からんしな、おじさんがな。まあ、キッチンか、消去法的に。と、死体を隠した場所、それはここです。なるほど、そこまではいいさ。じゃあそいつを立証してもらうか。なるほど。嘘、死体がそこに隠された、それを立証する証拠は？トレビアのキッチンは関係ないか。マガタマキッチンで見つけたよね、マガタマね。落書き、ちょっと待って、クリーニングポンパー、わははは。雑誌ね、
てた関係ない、ランチ関係なさそう、これバイク関係ない、着用書、自分の鼻の髪を割りました、ごめんなさい、ドリルね、はい、死体をどこに隠したか、青酸カリによる中毒死、死亡推定時刻は午後1時30分か2時30分、現場の写真、この死体を下は結構空いてるね、机の下よく見たらね、これは隠せへんね、確かに、キッチンの隠したという証拠、これ宝くじでマコの身体を伏見、マコのところで発見、袋の中は空っぽ、これね虐待ね、ジェニトロのメモ、うーん、髪のバッジは関係ない、クリーニングボンバー、これはなかったとかなかったとかいう話はありました、長者ラジオ、お弁当ね、糸の子弁当、恨みの診断書、1億円が計上されている、これおー、キッチンより発見だ、被害者の耳の薬、キッチンより発見、うん、正体不明の指紋が付着、キッチンより発見、被害者の耳の薬がキッチンより発見された、オンドボーさん、この小瓶に見覚えは、の、のんのん、そんな小汚い瓶知らないわ、私が愛用してるのはこれ、モルニーフル社の最高級品よ、あ、知らんにゃ、あそこにあったことを、オンドボー、なるほど、その小瓶、どこで見つけたのですかな、不思議なことに、トレビアンのキッチンなんですよ。持ってきたら証拠にならへんけどな。置いとかんとな、そんなんな。ゴム、なんですって？でも、アロマオイルのボトルはこれしか使わないことに。残念ながら、こいつの中身はアロマオイルではありません。外用薬です。薬。もちろん覚えていますね。岡高雄さんが事件当日、耳鼻科へ行っていたことを。来た、来た、何杯目、何杯目ですか ?8、8、8、何杯目。まさか、8です。分析の結果はすでに出ています。これは、その時に処方された薬なのです。ブエー。大岡隆夫さんを毒殺した犯人は死体をキッチンに隠した、その時被害者のポケットからこいつが落ちたのです。なるほどね、繋がったね、いろいろポケットに入れちゃってたんだ。オンドボーさん、事件が起こった時あなたはキッチンにいたそうですね。モンデュー、そう、死体を隠したのはあなただった。あなたは被告人鈴木真子を守るふりをして、その裏で彼女を犯人に仕立て上げようとしたのです。ひどいやつだ、ノー、ひどいやつだぜ、あいつ、なんだよ、静粛に静粛に、驚くべき事態です。証人、あなたが岡高尾さんを殺害したのですか。違うの、私そんなこと、ゴート、ゴートが怒り狂ってる、ゴート検事、どうした、あんだけゴクゴクの量も結構入ってるな、まだコーヒー、逃げー。嘘を一つ聞かされるたびカップのコーヒーを一杯飲み干す、そいつが俺のルールだぜ。知らんかった、そんなルールもあったんや。何杯目だと思ってるんだよ。そして、その嘘をついたクソ野郎に空になったコーヒーのカップを一個飲み込ませる。カップを飲み込ませる？そこのコックさんよ、あんたも一個飲み込んでみるかい。十分でマンパルトン、聞いてちょうだい、これはバナナのよ、聞いてったらプリーズ。英語になってるやん。フリーズは英語です。裁判官も気づく。一度だけ聞くぜ、やったのかい、あんたが
なん断じて極めてのんよ。私はただなんだ。いいだろうぜ。最後に一度だけくれてやるさ。なあじいさん、証人に証言のチャンスを与えましょう。もしまた嘘をついた場合、護道賢治のコーヒーカップと私のこの記述を飲み込んでいただきます。なんで飲み込ませたいの。わかりました。なんなんだこの妙な雰囲気は。それでは最後の証言をお願いします。自供。自供やって。私確かに死体をキッチンに隠したわ。あらま。ある男に命令されて仕方がなかったの。協力するしかなかった。断れない理由があったから。でも私殺人なんてやってないの、信じて。殺人はやってないと。協力一体誰に。言えないわ。私消されちゃう。じゃあ他のことを聞きましょう。岡隆夫が死んだ時、テーブルには本当に彼しかいなかったんですか。どうなんだい本田坊。いたわ。いたですか。いたんですよね。もう一人男が。やっぱりまこちゃん、本当のこと話してくれていたんだね。それでは弁護人尋問を。もう僕のするべきことは一つしか残っていない。彼が隠している真犯人、その名前を暴くだけだ。どうする。私確かに死体をキッチンに隠したわ。あなたが運んだんですか、岡隆夫さんを。彼とまこちゃんを。まこちゃん。彼女目の前で被害者が倒れた時気絶しちゃって。俺逆に都合良かったよね、この人たちにとっては。放っておくわけにいかなかったから。どうしてそんなことを。ある男に命令されて仕方がなかったの。ある男ね。その男誰なんですか。ダメ、言えないわ。恐ろしくて。相当きつく脅されてるみたいだな。なるほど君、代わりに言ってあげるしかないね。そうだな、突きつけてやるか。しかしなぜその男の言いなりに。まあ一回聞きましょうか。協力するしかなかった、断れない理由があったから。あったね。その理由というのは。知ってるくせに。え、そんな恥ずかしいこと乙女の口から言わせるつもり。乙女っていう年かよ。年の問題じゃないと思うけど。いいのいいの、まゆちゃん。とにかく尋問を終わらせるには僕が立証するしかないね。証拠品で。でも私殺人なんてやってないの、信じて。ここまで来たらもう回りくどいことはやめようよ。あれ、本土坊さん隠し通すつもりらしいな、真犯人の名前。バシッと叩きつけちゃうよ、身も蓋もなく。それがいいみたいだな。証拠品出てるか。と言って隠したはある男に命令されて。まあ突きつけますか。こいつでしょ。もう終わりにしましょう、本田坊さん。あなたが協力したのはこの男ですね。あふう。どなたですか。会ったことあるんちゃうの、裁判長。なんかどこかで見たことがあるような。1ヶ月前の裁判で法廷に立っていたからな。
芝生蔵虎之助、闇金融借りようぜの社長です。もう隠しても無駄です。分かっているでしょう。あなたは彼に逆らえなかった。こいつがある限り、こいつ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 、これか。闇金融からの5000万円の借金、あなたには返済のあては全くなかった。だからこの人物の言うことを聞かざるを得なかった、うん、その通りよ。オンド坊さん、ゼニトラさん、うちの店を打ち合わせに使うって、あの日被害者と待ち合わせて返済の話をしていたの。どうしてあんなことになったのかは知らないわ。うわー、ここは知らんかったのね。私、あの男の言う通りに動くしかなかったの。死体と気絶したまこちゃんを店内から運び出してキッチンに隠したの。全てを見なかったことにして。あの男、芝生蔵虎之助ですね。悪い顔してるで。証人、もう一つ伺いましょう。被告人のエプロンから毒薬と宝くじが見つかりましたが、これもあなたが？違う、私は知らなかった。まこちゃんに罪を着せるなんて私聞かされてなかったわ。そんなひどいこと。護道賢治、芝生蔵虎之助を証人として召喚してください。本日中には無理でしょうから審理は中断します。この続きは明日。30分だ。お？なんですか？俺は審理を続けるぜ。30分後、こいつを証言台に立たせる。必ず。護道賢治。安心するのは早いぜ、丸ほど。そこのコックが本当のことを言ってるかどうか、まだまだ判決の行方はわからねえさ。わかりました。あなたに任せましょう。芝生蔵虎之助の到着次第審理を再開します。それでは、これより30分間の休憩に入ります。で、続くと。なるほど、なるほど。まあまあ、芝生蔵ここから。芝生蔵叩くぞ、ここから。芝生蔵蹴るぞ。ということでやっていきましょう、続き。同日午後1時21分、地方裁判所被告人第一控え室。いよいよ出てくるね、ゼニトラ。出てくるのかな。ここまで来たらあと一息だよ。だといいけど。え、本土坊さんのさっきの尋問、確かにゼニトラに命令された、そう証言したけど、護道賢治も言ってただろ。証言が真実だったかどうか証拠はないんだよ。本土坊さんが嘘をついてたってこと？検察側がそう主張してきたら厄介なことになるだろうね。とにかく決定的な証拠が足りない気がする。ほら、あんた糸の子や。あ、糸の子さん、何興奮してるんですか？頭逆立てちゃって。あんたこそのんきにちょんまげ言ってる場合じゃないっす。ちょんまげはのんきに言ってる場合じゃない。ちょんまげって言うな、服。とにかく落ち着いてくださいよ、糸の子刑事。妙に時間が空いてじっとしてられないっす。うおーい、うるさいな、うるさいな、確かに。
何か仕事はないですか。ちょっと署まで一っ走り行ってくるっす。1時間もあれば指紋の検査ぐらいできるっすよ。1時間って審理が再開しちまうぞ。そうだ、30分しかないよね。でもないんでしょ、決定的な証拠が。確かに切り札がなきゃ戦えないな。1時間あれば指紋の検査ができるんですよね。そうっす。それならこの証拠品の指紋詳しく調べてもらえますか。これやるの忘れたって言ってたよな。正体不明の指紋、これやろな。くらえって言って渡さんでいいやん。どうぞって言い。なるほど、やってくれるって言ってんねんからくらえやないねんよ。法廷すぎるから。なるほどくん。じゃあせっかくですからこいつの指紋を調べてください。それは今朝自分が持ってきた小瓶っすな。証拠品の中で正体不明なのはこの指紋だけですからね。そうっすね、実は自分も気になっていたっす。証拠品小瓶を糸の子刑事に預けた。じゃあ自分は早速調査に行くっす。自分が戻るまで負けちゃダメっすよ。いいね、これは期待ですね。勝負はいよいよ大詰めだな。どっちが本物か決着をつけてやろうね。そうだよ、まいちゃんね。同日午後1時56分、地方裁判所第4法廷。それでは、審理を再開します。護道検事芝九郎さんは来た？あ、名前目、9だ。9だ。獲得してきた。コーヒー3杯の安い仕事だったぜ。コーヒーで給料払ってるの？そういう意味。コーヒー3杯の安い仕事、自分にとってってこと？コーヒー3杯分ぐらいよってこと？捕獲？やっこさん、相当盛り上がってるからな。噛まれないよう注意することだ。はあ、興奮してるってことかな。それでは、芝九郎虎之助さんを入廷させてください。来ました。それでは、証人名前、おれキャワワハハハ、隠れちゃった、まゆいちゃんが。まゆいちゃん、テーブルの下に隠れちまったぞ。よろしいですか。年次何でもないです。なんだそりゃ。わいはこれから大事な取引に出るところやったんや。誰や、一体誰がわいを呼び出したんや。貴様が。それはもちろん裁判長も消えた。あんな椅子やったんや。あんな変な椅子に座ってたんや。裁判所にあんな変な椅子あんの？どういうデザインそれ。裁判長。ちょっとボールペン落としてしまってですね。私に構わず皆さんでやってください。やれやれ。誰や、一体誰がワイを呼び出したんや。いくら再現でも無駄だぜ。かっこいい。この何やで、あんたは囚われたのさ、法廷という檻に。かっこいいね、やっぱり。行動かっこよく見えてきたぞ。裁くのはこの俺だぜ。いえ、かっこいい。そうよね、なるほど、なるほど、もそう思うよね。なるほどくん、負けちゃダメ。下から言ってんの、まゆちゃん。最初に確認しておくぜ、あんたこの事件について知ってることはあるかい。何のことかさっぱりや。鈴木真子の前回の法廷に傍聴人として来たことは。あらへんわ。裁判見物するほど暇やない。わかりました、では証言をお願いできますかな。出てこい出てこい。表情とか見なあかんやろ、裁判長なんやから。事件当日のことについて。なるほど、龍一。大方貴様の差し金なんやろ。
一生かかっても後悔しきれへんようにしたるぜ。やっぱり怖え。なるほどくん、しっかり。全然出てこへん、二人。事件当日のアリバイ。あるかいな、こいつにアリバイが。殺人事件なんて言われても、ワイには何も知らんで。ワイは何も、何にも知らんで。去年の12月は忙しくてな。ずっと事務所におったからの。借りようぜには毎日金を求めて社長さんが行列を作るんや。ワイのアリバイなら、浦美ちゃんが証明してくれるで。浦美ちゃんか。あ、出てきた。いやいや、やっとボールペンが見つかりました。それでは弁護人自慢、うれーなんですか急に大きな声。出さないように。そこの兄ちゃんのことはよく知ってるで。ちっちゃなことをチクチクつつくことしかできない汚れ弁護士。汚れ？ええが、事件に関係ないことを聞こうとしたら、一回500万円、うちから借りてもらうで。え、借金の押し寄りかよ。照りつくような玉の取り合いしようやないかい。かっこいいね、余裕あるね、ゴドだけは。面白いぜ、見ている分には。ちょっとさすがにそれは。この商人はな、いわば都会のジャングルに放たれた腹ペコの虎。逆らうとその自慢の頭噛まれちゃうぜ。仕方ないですな、私の方からペナルティを与えましょう。え、変なこと聞いたらペナルティ与えられるの？わいはこれから大事な取引があるんや。そろそろバスに飛び乗る時間やで。バスで移動しとんのかい？車、バイクどうしたんや。事件に関係のない揺さぶりにはペナルティを与えます。もうこの揺さぶり制限するのしんどいねんな。そのつもりで尋問をお願いしましょう。わかりました。頑張れ、なるほどくん。下から、いい加減出てこいよ。事件当日のアリバイ。一回人取りますが、殺人事件なんて言われてもワイは何にも知らんで。ここじゃないよな。去年の12月は忙しくてな、ずっと事務所におったからの。12月忙しかった？借りようぜには毎日金を求めて社長さんが行列を作るんや。ワイのアリバイなら浦美ちゃんが証明してくれるで。ここ怪しいというか、浦美ちゃんって誰やねんってみんなもなってるよな。借りようぜには毎日金を求めて社長さんが行列を作る。ここも、ね、殺人事件なんて言われてもワイは何にも知らんでって。でも12月って知ってるやん。12月って知ってるけど、それも聞いたの？12月の話ってのは知ってんの？言った誰か、この人に。何も知らんでって言ってる人が12月って知ってるんやけど、してんちゃうの？なんか、え、どうなんや。こんな変なバッジ作ってからに、勝手に。こんな見つけとんねん、こっちは。12月3日、ゼニトラに会うってメモかあんねん、こっちにも。なあ、ずっと事務所におった言うて、これ、ゼニトラと会う言うてなってますね。高尾のカレンダーが。この辺なんか怪しいんちゃうか、そういう意味で、いろんな意味で。なあ、揺さぶったろかい。揺さぶったろかい、しばくぞ。いいんか、揺さぶっても怒らんといてや、裁判長。あれよぜ、毎日、社長、ワイにはアリバイなら、浦美ちゃん証明してくれるので、まあ、12月なんかあるんちゃうんか？揺さぶったろかい！揺さぶったろ、ほんとに揺さぶったろ。いける？ 1 ヶ月前のことですよ。間違いありませんか？うちにはな、凄腕の秘書がいるんや。凄腕？浦美さんのことか？ワイのスケジュール帳にしっかり書かれとったわ。12月、おおむね事務所ってな、どんなスケジュールやねん。おおむね事務所って何やねん。それは、なんというか、大雑把なのでは。ギヌロ。ギヌロ。ギロリじゃなくて。ギヌロ。
初めて聞いた、その擬音語なんか、なんかわかんない擬態語なんか。ギヌロ、何ね、ギヌロって。やれやれ。問題は事件が起こった日なんだけど、どうする？まあなんか、でもなんか怒られへんかったから、ここでよかったってことだ。さらに揺さぶろう。商人、何じゃい、ガルルルって聞こえへんかった今、同時に。え、なんじゃいって言って裏、なんか同時にガルルルって聞こえた気したけど、あまりにも怖すぎて気のせいで空耳が怒ってる同時に。よろしかったらもう少し詳しく証言を。意義あり？無用な揺さぶりは不要。約束だぜ、マルホド。怒られた。しかし、事件当日のアリバイははっきりさせるべきです。私もそう思いますよ。あ、よかったよかった。被害者が殺害された12月3日。この日も事務所に。なんて答えた。当たり前や。一歩も出てないで。はい、よかった。事務所で社長さんの相手をしとったんや。そんな若造知らんで。今の証言はさすがに重要ですな。聞いてはいるんやね、裁判長。護道検事、お願いします。証人、今の発言を証言に付け加えてくれ。自分で言えよ、裁判長。事件当日も当然事務所や。そんな若造見たことないわ。突きつけたんだよ、こっちは。こっちにはな、証拠がありまんねや、芝生堂さん。こっちにはこんなカレンダーありますんやけどな。どうしてそんなことを言わはるんやろ。もしかして嘘ついてはるんやろか、ゼニトラハン。こっちはな、嘘はすぐわかりますねんで。そんなことばかり言ってたら飽きません。池津さんにはこう。ゼニトラさん、あなたは知らないと言っていますが、岡隆夫さんの方はあなたを知っていた。なんやで。岡隆夫さんのカレンダーにメモが残っていたんです。ゼニトラに会う日付は12月3日です。12月3日、まさに事件当日ではないですか。ゼニトラさん、あなたが岡隆夫を知らないはずがない。その通り、二人は事件当日会っているのですから。うわあ、はっはっはっは、合格や、兄ちゃん。は、はい。あんたを試してみたんや。なかなかやるの。なかなかやるって、なるほどくん。やっと出てきたね、迷いちゃん。嘘つけ。証人、嘘はいけないと思うのですが。嘘なんかついとらへんで。ガルルって言ってるよな、やっぱり。ガルルって同時に言うてんねんけど、なんか。何あれ、ホーミーみたいなことを二重に声出して、モンゴルのホーミーな、ウィーンって言って、2種類同時に声出すやつ、ウィーンってやつ、ホーミー使ってるな。ひー、岡隆夫に会ったことがない、その証言は本当だと。当たり前や。け、どうやらコーヒーをもう一杯楽しめそうだぜ。9杯 ?10 杯 ?10 杯だ。あんたがもう一度証言している間にな。では、証人、何とぞ証言をよろしくお願いします。被害者に会ったことがない。嘘に決まっている。一気に追い詰めてやれ。結構いけんじゃないこれ。被害者、岡隆夫について。あいは嘘はつかへん。岡隆夫に会ったことはないで。確かにそんな名前の男に融資の相談は受けたけどな。会う約束はあった。ただしその場所は借りようぜやで。事務所で待っとったんやけど、結局現れなかったんや。現れなかったんやと。ワイは行ったことないで。トレビアンとかいうレストラン。なるほど。筋は通りますな。約束はしたが事務所に現れなかった。当然だろうぜ。
死んじまったわけだからな。あの後に行こうとしてたってこと？それでは、なるほど君、尋問をお願いします。はい。わいは今日でかい取引があるんや。もうバス邪魔にゃわへん。急行に飛び乗らなあかん。電車でも行けるとこなんや。へえ、タクシーは使わへんやね。急行代あんたに払ってもらうで、兄ちゃん。ええー、バスとの差額ならできるけど。被害者岡田顔について。わいは嘘はつかへん。岡田顔に会ったことはないけど。急ぐっていいよな、大丈夫よな。しかし岡隆夫さんのカレンダーにあなたの名前が。馬のカレンダーが何じゃい。こっちはトラやで、何の関係がねえ。え、こっちはトリやで、それ言うたら。こっちはトリや。ねえや、トラが。そんな馬ないぞ、このトラが食うたら。いやいや、証拠品を食べる商人がありますか。え、そういえば昔一人だけいたような。うん、食べたな、こいつが。そういえば、とにかく焦ってるやん。その話やめてってなってる。なるほどが。恥ずかしいってなってんやな。被害者に会ったことがないのなら、このメモの説明をお願いします。知らんよな、そんなメモの説明って言われても。確かにそんな名前の男に融資の相談を受けたけどな。おかしいですね。彼の会社の社長の話では12月3日は返済の期限日、つまり借りる相談ではなくて返す話をするはずだった。ああ、そうやったかもしれんな。まあ何せよ、確かに12月の初めのことやったわ。それじゃあ岡隆夫に会ったわけですね。どっちや。慌てちゃあかんで、兄ちゃんや。会う約束はあった。ただしその場所は借りようぜやで。借りようぜで会う約束してた。トレビアンじゃなかったんですか。なんでそんなレストラン行かなあかんねん。話があればうちの事務所ですればええ。まあそれはそうやな。ごついサンドバッグもあるし。絶対行きたくないな。じゃあ事件当日は事務所にいたわけですか。ここや。事務所で待っとったんやけど、結局現れなかったんや。ちょっと変な関西弁使って。現れへんかったんやとか言ってほしいな。うん、現れなかった。当然だぜ。現れたくても死んでたわけだからな、レストランで。あなた自身はトレビアンに行かなかったんですか。おー、このゼニトラにあやをつける気が。え、今度うちの事務所で腹割って語り合おうか。ごついサンドバッグもあるし。なんか言うねんそれ。ええねん、ごついサンドバッグは。いえ、遠慮しておきます。ええー、か、俺だけは言うとくで。なんや。あいは行ったことないで、トレビアンとかいうレストラン。なるほど。行ったことがない。一度もですか。せや、当然事件当日も事務所にいたで。赤蔵のコーヒーに毒なんつ入れられるわけないの。結構よう知ってるやんか。岡隆夫さんと会ったことないのかな、ゼニトラ。そんなはずはないよ。この事件はあいつが仕組んだことなんだけどね。じゃあ今の証言ってやっぱり嘘？もちろんさ、あいつに考える暇を与えないようにどんどん攻めていこう。会ったことはない。確かそんな名前のところに融資の相談が受けた。会う約束はあった。ただしその場所は借りようぜだった。カレンダーには、馬のカレンダーにはゼニトラに会うとしか書かれてないよね。なるほど。12月3日ゼニトラに会うと。会う約束はあったんや。ただしその場所は借りようぜ。事務所で待っとったんやけど結局現れへんかった。ワイは行ったことないで。わ、これ怪しいよな。これで行ったことないトレビアンとかいうレストラン。
おお、これは食べたことないな。あ、まあ公園の横にね、すぐ近くまで来とんねんな、こいつはよくな。なんか言ってなかったっけ、行ったことあるとかないとかは。あ、ちょっと待って。ゼニトラハン、あんたはすぐ嘘がバレますな。あんたの嘘簡単見える、もうほんまに簡単やわ。もうお茶の子さいさいね。これであのブブ漬けでも食うてくなはれ。芝久蔵さん、このマッチは何ですか？マッチやで。カリオーゼで見つけました。あのレストランの神マッチです。トレビアに行ったことがないのならば、どうしてあの店のマッチがあなたのデスクにあったんですか？黙らんかい。店のマッチ、店のマッチで。てめえはワイの新妻かい、何の話や。浮気がバレたみたいな話か。だこんなクラブみたいなとこ行ってみたいな、キャバクラ行ってあんたみたいな話。静粛に静粛に、いかがでしょう商人。そろそろ本当のことを我々にぶつけてみては。うらー、ごめんなさい、ごめんなさい。しっかりして裁判長。男は一度言うたことはそう簡単に曲げへんで。確かにワイはあの日レストランに行った、負けとるやないか。すぐに確かに行った言ってるやん。なんですって。だがな兄ちゃん、それでもワイはその若造には会ってないんや。ああ、どうやらもう一度おしゃべりをした方がいいみたいだぜ。どうした？なるほど、あと一歩、何としても認めさせる。あいつはあの日岡隆夫に会って、そして毒を入れたんだ、被害者のコーヒーに。そやな、事件当日トレビアン、あの日の午後、あの日の午後レストランで会うことになっていたんや。入り口のドアを開けた瞬間、嫌なものが見えた。ほう、あの赤像、机に突っ伏してピクとも動かへんやないか。こりゃやばい、ピンときた。その場で回れ右や。パトカーのサイレンも聞こえたし、そのまま事務所に帰ったわけや。あ、でそこでマッチだけ持って帰ったってこと？結局岡隆夫さんとは会っていない。では弁護人尋問を。はい。あかん、そろそろ特急に乗らなあかん時間や。特急も止まるんや。これ以上無駄な質問は許されへんで。け、問題ねえぜ。お前が決めんな、ジーパイめ。必要のない揺さぶりには俺からペナルティを与えてやる。何の権限があってそんなことすんねん。ちょっとそれは私の仕事ですから。かんやないね。あんたの仕事は傷口を叩いて有罪と叫ぶことだけだぜ。きちんと仕事しな。はい、やらへん。それから、特急代はあんた持ちやで、兄ちゃん。やれやれ。無法地帯かよ、ここは。ほんまやで。特急代持たな。事件、特急代持つってことは何、乗車券は自分で買うってこと？特急券だけ買ってくれってこと？あの日の午後レストランで会うことになっていたんや。カリオーゼの事務所じゃなかったんですか、ほんまやで。どうしても事務所に来たくないとごねえやがったんや、あの若造。なんでやろ、返済の話になるとみんなうちに来たからへんねや。ごついサンドバッグもあるのに。あるからやろ。サンドバッグがあるからじゃないのか。それでトレビアンで会うことにしたわけですか。やり？何？ふぅ、なるほど。その話さっきも聞いたぜ。そうでしたっけ。約束通りペナルティ、そうや、あ、薬やっちゃった。約束通りペナルティをおごるぜ。飲み干しな。
飲み干すように弁護人。落ちちゃった。揺さぶったらあかんや。参ったな。入り口のドアを開けた瞬間、嫌なものが見えた。あの若造を机に突っ伏してピクとも動かへんやないか。こりゃやばい。ピンと来た。その場で回れ右や。パトカーのサイレンも聞こえたし、そのまま事務所に帰ったわけや。どうよ。なるほどくん、そろそろごまかしきれなくなってきてるみたいだな。とにかく嘘を考える時間を与えないことだよ。矛盾を暴くんだ。振り向きざまに。振り向きざまに。下手に揺さぶっちゃうとペナルティーを食らうしね。うん、そうなんだよ。レストランで会うことになってた。入り口のドアを開けた瞬間、嫌なものが見えた。机にピクとも動かへんやないか。時間かな。パトカーを読んだのは何時やったっけ。2時30分ちょっと手前ぐらいやったっけ。まあでもありえるか、うん、パトカーが来る直前に2時半ぐらいってことかな、に入ったら来たってこと。マッチは何、マッチはそこでパーッと取っていったけど、来た。その場で回れ右へ。パトカーのサイレンも来る。そのまま事務所に帰ったわけや。やばい。ピンと来た。その場で回れ右へ。あの窓を机に突っ伏して行くと動かない。入り口のドア開けた。入り口のドア開けた瞬間。ちょっと待って。入り口のドア開けた瞬間。待って。これはキッチンからやるのちょっと待って。あ、見えんじゃん。ええ。芝久蔵さん。芝久蔵はん、あんたは何回嘘ついたら気ぃ済むんやろか。うちらのことバカにしてるんかな、これは。まあね、飽きまへんな。芝久蔵さん、どうしましょう。もう突きつけるかどうする。揺さぶろか。一応揺さぶっとこか。芝久蔵さん、嫌なものというのは一体。いや、言ったはずだぜ。意味のない揺さぶりは許さねえと。しかし、俺は裁判中のコーヒーは17杯までと決めている。あんたも裁判中に食らうペナルティ回数を決めることだ。ああ、胃が真っ黒になっちゃうぜ。真っ黒になっちゃいますよ弁護人。あー、ごめん、いらんかった。今の揺さぶりは軽はずみだったね。どうやら特急には乗れそうやな、兄ちゃん。それであなたが見た嫌なものというのは。ああ、もういらんか。もう突きつけやな。突きつけや。はい、ロメンズ、よいしょ。こっちやな、これか。OK。池津さん、証人はお金を貸すプロでしたね。せやで、おの銭虎から逃げることはできへんねん。銭虎さん、僕は嘘を見破るプロなんですよ。僕から逃げることはできません。そろそろ気づいてもいい頃ですね。どういうことだ、なるほど。ここに現場の上面図があります。ゼニトラさん、あなたは入り口に立っていたそうですね。そのポイントから見えるエリアはこうなります。確かに被害者の席が目に入りますな。入るん。当たり前や、ワイは見たんやからな。残念ながらそうはいきません。思い出してください。店内のテーブルの間には高い仕切りが立っているんです。そういえばもう一度上面図を見てください。全ては明らかです。入り口のポイントから実際に見えるのはここまでなのです。そうやな。
どうした、芝くぞ。トレビアンの入り口からでは被害者の席は見えない。あなたは事件当日尾形薫と会っていたのです。バカな、昨日のじいさんの証言を忘れたのか。テーブルの下にはテーブルには被害者しかいなかったはずだぜ。弁護側は先ほど立証したばかりです。五十嵐翔平の見た被害者は偽物だったと。なんだと。真犯人は五十嵐さんに間違った証言をさせるために被害者を殺害した後彼に成りすまして芝居をした。なんだって。そこまで、審理がここまで来た以上伺わないわけにはいきません。その偽物になりすました真犯人の名前を。うん、犯人は尾形薫さんを毒殺した後、彼になりすましてその姿を五十嵐翔平に目撃させた。その真犯人、一体誰だったのですか。うん、いくよ。なるほど。もちろん、芝生蔵虎之助さん、あなたしかいません。そ、嘘なのですか、証人。あはは、かかかかかかか、面白いやないかい。この銭虎に言いがかりをつけるとは、命知らずやの。誰や、一体誰がワイとやりやうっちゅんじゃい。我々を脅しても無駄ですぞ。俺、弁護人カツンと言っておやりなさい。あ、隠れちゃった、なるほどくん。なるほどくん。そうか、あんたが兄さん。度胸や。弁護人、私を一人にしないように。く、情けねえ連中だぜ。かっこいい、このかっこいいよ。うわ、どうけんち。はい、12杯目。11?12?12 だ。よーく思い出すんだな、五十嵐翔平の証言を。もう一度、じいさんが目撃したのは被害者だけじゃねえんだぜ。なんだい。女給さんがコーヒーを運んできたのだが、中に何か入れたのだ。間違いない、わしに見せつけるかのように白い粉を。被害者が偽物かどうか、そんなことは関係ねえさ。ねえのさ。カップに毒を入れたのが被告人である以上は。ん、言われてみれば確かに毒を入れたのはウェイト。僕の留守を狙うとはやりますね、護道検事。くっ、留守。ボールペンは見つかったかい。なるほど、かっこいい。ポケットに刺してありました。とにかく五十嵐さんが目撃した人物は2人、被害者の岡高雄と後ろ姿のウェイトレス。その通りですが、考えるまでもないじゃないですか。岡高雄が犯人による芝居だったのなら、当然このウェイトレスも芝居だったのではないか。なんですって、ウェイトレスも偽物。鈴木真子は事件発生の直後、気絶したと証言している。全ては被告人の意識の外で仕組まれた罠だったのです。一体誰だったのですか。五十嵐翔平が目撃したウェイトレスの正体は、まあ一人しかおらんか。ゴンタか。カツラもかぶりやすいしな。うらみちゃんな、悲しそうに言ってたな。手伝いたくなかったんやろな。どなたですかこの方は。屍うらみ、カリオーゼの従業員です。あんた、
うらみちゃんが誰の孫か知っとるやろうな。今日裁判所から無事に帰れると思わん方がええで。震えちゃダメ。なるほどくん。とにかく特に鈴木真子はこんな証言をしています。鈴木があのテーブルにコーヒーを運んだ時、店内にはお客さんがもう一人いたっす。確かちょっとジメッとしていて、ああ言ってたねこれね、意味合いりげにククッと笑っていたっす。この事件には矛盾が多すぎました。被害者のテーブルから消えたもう一人の男、聞こえるはずのない耳についていたヘッドホン、とっくに終わっていたはずのラジオ番組、全てに筋が通る答えはたった一つです。事件は2回起こった。本物と偽物と。そして犯行が可能だったのは芝生蔵虎之助さん、あなたしかいない。かっこいい。なるほど。商人いかがですかな。おもろいなあ。あんたらなかなかの役者やの。どういうことですか。ええわ、付き合ったる。取引先までジェット機をチャーターせにゃならんが、最後にもう一度だけおもろいこと聞かしたるわ。おもろいこと。兄ちゃん、もっともらしいことを言うとるがな、とんでもない見落としをしとるっちゅうことや。そんなはずは。わいは確かにあの日あの赤蔵と会ったわ。せやけどわいが若造に毒を盛るはずがないんや。なんですと。それは一体なぜ。く、まったく、とんだいたずら坊やだぜ。いたずら。12杯目。どうやら最後にもう一度必要みたいだぜ。ごくごくごく、とびきりホットな証言が、そのようですな。それでは証人、もう一度だけ証言していただきましょう。事件当日、トレビアンで被害者と何があったか。被害者との関係について、何を言うんや。岡田顔には金を貸してたんや。1000万円ほどな。あの日は融資の話じゃなかった。返済の期限日やったんや。1000万円、ところがあの若造、金がないと言い出しやがった。ぺちゃんこにしたろう思った時、突然あいつは騒ぎ出したんや。ぺちゃんこにしたろう思ってたんや。もう5000万円当たったってな。運のいいやっちゃ。あのウェイトレスが妙なことをしなければ丸く収まってたんや。ほう。丸く収まってた。借金の額は500万円ですか。まあ、利子やら何やらって少し膨らんだわけやな。倍になっとんかい。1000万円って2倍じゃないか。返済期限は12月3日。確かに事件当日です。まったく飛んだシンデレラボーイやで。あの土壇場で5000万円当てるとはな。そう。ワイには理由がないんや。あの若造を殺す動機ってやつやな。芝生蔵虎之助の動機か。動機ね。動機か。被害者との関係について。揺さぶったら怒られる。また揺さぶったら怒られるのか。ちょっと揺さぶして。揺さぶっていい？1000万円ほど金貸してるまで。怖いな。揺さぶの怖なってきた。
あの日有志の話じゃなかったね。返済の期限でもここまで嘘いっぱいついてるからもう証言の信用性全然あらへんけどな、この人な。ところがあの男、金がないと言い出しやがった。金なかったやんけ。ぺちゃんこにしたら思った時突然あいつは騒ぎ出して応戦前当たったってな、うんのいいやっちゃ。でも時間のこととかどうなってんのこれ。ちょっと一回いいか、それは。あのウェイトレスが妙なことをしなければ丸く収まってたんや。毒入れてへんかったらってこと。ちょっと頭から揺さぶるか。怒られたらちょっと考えを持ち。返済期限日、大型が返し1000万円ほどは損を切り取って。返せる果てはあったんですか。まあ、あの若造はなかなかのギャンブラーやった。でかいのを一発当てるまでやめられないなんて言うで。だからワイもできる限り協力してやったんや。協力、あなたが。でかいギャンブルの話を次々に持ちかけてやったわけや。全部負けたみたいやけど、悪いやっちゃな。それはやっぱり岡田かおさんのためを思って。まあ、うちのモットーは三日坊主やからな。ひでえ。でも返せるあてのない人にお金なんか貸すかな。そうやな、確かにそれは言う通りや。私、なるほど君には500円までしか貸さないから。失礼な子だな。お金は貸さん方がいいで、まゆちゃんな、人にはな。あの日融資の話じゃなかった、返済の期限日だった。期限日というといくらぐらい返す約束だったんですか。まゆちゃん、利息を含めて1000万円全額に決まっとるやろ。ヘピー級のパンチだね、それは。月々の返済が1回でも遅れたら全額いただく。金融界の常識やで。ほんまこいつだけは。まあまあ、そうやな。期限の利益の喪失ってやつやな。期限の利益喪失しても全部一括で返せよって、まあまあ、なくはないな。ほんまこいつだけは。何回目の返済で遅れたんですか、被害者は。うん、いいね、その辺ちょっと細かく知りたいね。1回目や。月々いくらずつ返すはずだったんですか。5000円や。え、5000円。なんか岡田かおさんが悪者に見えてきたよ。5000円。まあ5000円ずつ返しても借金減らないんだけどな。うん、そうなんだよ。5000円でよかった。良心的なんじゃ、これ実は。ところがあの若造、お金がないと言い出しやがった。まじで金がないと言い出しやがった。そうやな、なんか正直もめっちゃ少なかったよな、確か。あった。いくら足りなかったんですか。大まかに言って1000万円やな。全額じゃないか。死亡当時、被害者の財布には58円しか入っていなかったぜ。なんや、あいつ、コーヒー代払うつもりなかったかい。ものすごい度胸ですな。妙に落ち着いとったんや、あの男。あと5分以内に金は返すなんて言うて、仏の銭虎と言われたわいも、それはご機嫌斜めや。そらそら怒るわな、銭虎。ぺちゃんこにしたら思った時、突然あいつを詐欺出したんや。宝くじね。もしかしてそれが宝くじや。やつの最後の大勝負やった。何に大勝負かけてんねん。そのくじはもちろんこれですね。せや、長者ラジオの番組は午後1時半から10分間。どうやら2人が会っていた時間がはっきりしましたな。そうだね、それははっきりした。この時のシーンが30分後に繰り返されたわけだな。うんうん、そうね、五十嵐さん入ってきたからね。五十嵐翔平に見せるために。あの時の若造の顔、今でも忘れんの。5000万円当たったってな、うんのいいやっちゃ。うん、その時店には他に誰かいましたか。さあなあ、覚えてへんわ。実際にはこの時店内にはポンド坊さんにマコちゃん、そして浦美さんがいたはず。うん、そうね。
では被害者は最初から宝くじで借金を返そうとそのつもりやったみたいやで。当たるわけないでしょ普通は。絶対的なピンチにいても自分の勝ちしかイメージしない、それがギャンブラーだぜ。かっこいいな、なんかあかんあかんあかん、かっこいい思たあかんな、ほどくん君はハマりそうやからなんかあかんわダメだよ、納得しちゃ。なるほどくん弱いんだから。とにかく最後の大勝負であいつはついに勝ったんや。あのウェイトレスが妙なことをしなければ丸く収まってたんや。する話？ウェイトレスというのは異国籍でちっちゃくなってるメガネに決まっとるやろが。そいつのせいで丸く収まるもんがめちゃめちゃになったんや。お金返してもらえたらいいってこと？もっと詳しく話を聞いてみるか。お、もう丸く収まった。マコはしたことよな。マコはしたこと。被告人が何をしたというんですか。あのメガネ聞いとったんや、5000万円のくじのことをな。それがどうしても欲しくなった。だからコーヒーに毒を入れたわけや。意義ありやな。そう、それは商人の勝手な言い分です。そうはいかねえさ。この商人は現場にいたんだ。あいは闇金融なんて商売をしとるからの、現場にいるわけにはいかん。急いで立ち去るしかなかったんや。そうだったのですか。なるほどな。それはまあそうやろな。裁判長、今の目撃証言。コーヒー2杯分の価値があるって。コーヒー1杯分の価値が分からへんから1杯が大きいのか小さいのかそこ分からへんね。先3杯分も言うてたし。確かに。証言を修正してください。そういうことや。なるほど龍一。被告人が毒を入れてくれたおかげでワイの取引はパーや。そういうことか。ゼニトラはマコちゃんに罪を着せようとしている。目撃したことについて聞くのはこちらに不利なだけだな。そのパーになった取引というのは。アホか、あんた借金に決まっとるやろうが。ワイはその1000万円さえ返してもらえればよかったんや。それをあのウェイトレスが邪魔しよってからに。証言を聞いている限り証人にとっての動機はその借金以外なさそうです。うん、でもお金返してもらえるもん。あ、でもな、いかがですか弁護人、証言を修正してもらえますかな。え、証言を修正してもらう。証言を修正、そのあれ借金しかなかった、修正させようか。このままの証言じゃ拉致が開かないな。お願いします裁判長。わかりました。証人、今の発言を踏まえて証言を修正してください。え、どう証言を修正するの。前の目当ては1000万円や。他に奴を殺す理由あらへんで。あんのかな。あるってことかな。おい、土三郎か。他に動機はない、そういうことですか。もちろんや。それならその宝くじ、あ、その当たりくじ、なぜ持って帰らなかったんだ。あのメガネのウェイトレスのせいに決まっとるやろか。まこちゃんか。あのメガネ聞いとったんや。5000万円のくじのことをな。それがどうしても欲しくなった。だからコーヒーに毒を入れたわけや。それは商人の勝手な言い分です。いやり、そうはいかねえさ。この商人は現場にいたんだ。ああ、これやり繰り返しやな。あいは闇金融なんて商売してるからな。現場にいるわけにはいかん、急いで立ち去るしかなかったんや。そうだったのですか。今の目撃証言ちょっと、なんかループしてんな。ああ、2杯分の8ね。オッケーオッケーオッケー。いかがですか弁護人、徐々に徐々に回りますかな。修正がややこしくなってる。何修正、ちょっと待って。
ってやめておいていいかい。このままの証言でもう少し考えてみよう。結構です、裁判長。わかりました。では尋問続けましょう。ゼニトラ、お金を返してもらうつもりだったんだよね。それなら確かにくじをもらえば済む話だよ。でもそれじゃ殺人の動機にならないよ。最大の勝負どころだ。この証言を崩さなければ勝てない。なぜ岡隆夫に毒を盛らなければならなかったのか、そしてそもそもなぜ返せるあてもない男に金を貸したか。あ、ちょっと待って、1000万ほどな。で、でもそもそも分かってんね、動機というかつながる部分は。で、5000万当たった相手運のいいやっちゃ言うて、ワイの1000万円はやつをここやな。芝生像はね、1000万円じゃ足らへんね。1億円必要やな、こいつは。1億円必要ない。1億円はクリーニングボンバーやね。クリーニングボンバーやね。理由はな、これやね。これやな。これでっしゃろ。なあ、芝生造飯。もうそろそろ終わりにしましょうや。岡隆夫さんから1000万円を返してもらうつもりだったと。そうや、ワイにはその権利があるからの。残念ながらあなたの狙いは1000万円なんかではなかったはずです。意義あり。意義あり。どういうことだ、丸ほど。金貸しに金以外何の狙いがあるというんだ。金は金でも、桁が違ったんですよ。このたった一枚のディスクに、その価値があるのです。それは、コンピューターウイルスです。クリーニングボンバー！コンピューターウイルス、一体それは？コンピューターの内部を破壊するプログラムです。そのコンピューターというのは一体コンピューター知らんの、裁判長。そこからわからないのかよ。後でゆっくり説明します。とにかく重要なポイントは、このプログラムに数億円の価値があるということです。数億円。返せるあてのない人間に金を貸すなど本来はありえない。この場合、返すあてがないことこそが重要だったのです。なんですって？岡隆夫さんは優秀なプログラマーでした。この商人はその腕を担保に金を貸したのです。なるほどね。そのプログラムを手に入れる、それが動機だというつもりか？その通りです。そこの商人はバカじゃねえ。殺人なんかしなくても1億ぐらい稼げただろうぜ。あるいはそうかもしれません。時間さえあれば。しかし、どうしてもその金が今必要だとしたら、緊急事態で手段を選ぶ余裕がなかったとしたら、弁護人には何か考えがあるようですね。ここで提示していただきましょう。この証人がなぜ億単位の金を必要としたのか。簡単なんですよ。これなんです、裁判長。去年の12月、あなたは多額の金がどうしても必要だった。今から半年ほど前、あなたは交通事故を起こした。スクーターと車の接触事故、一人の女性が怪我を負った。これ見る限り結構横からガーンって来てるけどな。なんか車の前方不注視の方が結構大きい気がするけどね。なんかね、まあ、結構のスピードで飛び出してきたのかな。まあ、車は左から来てる感じやから、まあ、優先道路は車の方やったかな。だから過失割合的にはどうなんやろな。車優先道路やけど、でもバイクは結構先に来てる感じもあるよね。この位置でぶつかるっていうのはね、まあ、いいか、その過失割合の話は今交通事故の。女性は病院に運び込まれて手術を受けたそうです。
あんたどこまで知っとるんや。これがその時怪我を負わせた女性の診断書です。手術代として1億円が請求されています。支払い期限は去年の12月中。どうやら払えたようですね。1億円、なんと馬鹿げた。そんな請求真面目に払うやつはいねえぜ。医師会に持ち込めばその病院はアウトだ。そうなんだ。その金額はいくらであろうと彼は払うしかなかった。何しろ自分の命がかかっているのですからね。うわー、なんだなんだなんだ。静粛に。命というのは。怪我をさせた女性、それが屍浦美さんだったんです。屍だと。この町の闇金融のバス、屍組長屍ゴンタ。屍浦美さんはその孫娘です。部下は落とし前をつけなければ命が危ない。だからこそあなたは何としても1億円を用意するしかなかった。そのために岡隆夫さんの命を犠牲にしたのです。どうせしちゃったのかよ。クリーニングボンバーだけ回収しろよ。あの日芝久蔵さんはこの CD を手に入れるつもりでした。岡隆夫さんに1000万円を用意できるわけがない。しかしそこで奇跡が起こってしまった。決して起こってはならない奇跡が。当たらんかったらよかったのか。宝口か。最後の最後、岡高尾さんは5000万円を当ててしまった。これで芝久蔵さんは CD を手に入れることはできなくなった。普通の手段では。そろそろだから普通じゃない手段を使った。バカな。岡高尾さんを殺害してさらに犯人は次の手を打った。その罪を鈴木真子に着せる工作です。岡高尾になりすました芝久蔵虎之助と鈴木真子を演じた屍浦美、2人は犯行を再現した。目撃者を作るため、まんまと。その目撃者こそが五十嵐翔平さんだったんです。バカな、そんな大掛かりな仕掛け不可能に決まっている。どうしたってあのシェフに気づかれちまっただろうぜ。よくできてんだよ。もちろん本土坊さんは計画を知っていたのです。お忘れですか。店長の本土坊さんは商人に5000万円の借金があった。だから芝久蔵虎之助に協力するしかなかったのです。静粛に。アホもそこまで来れば立派な芸術やの。金貸しはな、用心深くなきゃ生きていけへん商売や。被害者に変装して目撃者を作って罪を着せる工作をしたやて。そないなことしたら余計な証拠残すだけや。そんな中途半端なことは言わせえへんで。その通り。なんや。あなたは見かけによらず用心深い。だからさらにもう一つ用意したのです。鈴木真子を確実に有罪するための罠を。なんですって。まだ罠があったんですか。面白い。見てもらおうじゃねえか。見せてもらおうじゃねえか。芝久蔵虎之助が被告人に仕掛けたもう一つの罠ってやつを。なんや、もう一つの罠。もう一つの罠、これがクリーニングボンバー。
これ なんでこの仮面マスク書いてあるんだろうな、全然分からんな、これ。あ、これか、これか。だけどもう あっちもあるな、あっちもあるぞ。元松バッチさんもあるぞ。こっちだ、こっち行ってもいいか、こっちか、こっちで行くか、こっちで行くか。おもろいんやで、これみんな見て、みんなこれに騙されてたんやで。どう、いける、なんですか、いけたか、いけた。その人をバカにしたようなおもちゃのバッジは、そのおもちゃに騙された裁判長は何なんだ。芝生蔵さん、あなたは事件当日被害者を演じただけじゃない。1ヶ月前の法廷であなたはこの僕を演じたんです。なんですって、そんなことが。事実です。だって全然似てないではないですか。わ、そうなん、そうなのよ。そうなんよ、裁判長。しかし言われてみれば確かにあなたでした。おい、あなたは確かに1ヶ月前、最低の弁護をしたみっともない弁護士、なるほど、隆一です。分かったんかい。やり、じゃあじいさん、あんたは立証できるのか。1ヶ月前の弁護士がこの男だったと、証言台に立って立証できるっていうのか。ぐぅ、ちょっとおっちゃん、勘弁してえな。あれどうしたん、芝生蔵さん、そんなニコニコして。わい、そんなんちゃうで、やってへん、やってへん。なあ、見間違いやろ、そう言ってえな、おっちゃんや。どうしたんよ、そんなに焦ってからに。プライドはないんですか、あなたには。来た、13、13、14。こいつはプライドの問題じゃねえ。俺たちは法廷にいて命のやり取りをしてるのさ。いけ。その通りですな。さ、裁判長、個人としての私には確信があります。あの弁護士はこの証人だった。しかし私は今判決を下す立場、裁判長として法廷にいます。ああ、人格を分けるタイプね。証拠のない記憶などに左右されるわけにはいきません。ああ、いいやん、正しい考え方よ、裁判所としては。裁判所としてはそれでいいのよ。法廷に出てきた証拠だけで判決を下す、自分が個人的に見聞きしたことは関係ない、その通りやるやんか、裁判長。裁判官としての完璧な考え方ができております。しかしなぜ1ヶ月前見逃してたんですか。ねえ、1ヶ月前あんな真っ赤な赤鬼さんを、そんな。弁護側に証拠がない以上、この証人の審理はここまでです。ちょっと待って。極めて疑わしいが決定的ではない。そんなここまで来たのに。岡隆夫に変装しようが弁護士に変装しようが、それが殺人罪を立証するわけじゃねえ。コーヒーに毒を入れた証拠なんかどこにもねえぜ。うわあ。そういえばこの法廷椅子ないね。検察官も弁護士もずっと立ってるね。3の、この今のこのタイミングでなぜか気づいたわ。3までやってきて弁護側の席にも検察側の席にも椅子ないね。今見てなんか違和感あるなと一瞬思ったけど、普通座ってんのよ椅子に、みんな必要な時しか立たへんけど、椅子ないねこの法廷。立ちっぱ何のために。け、
残念だったの。なるほど。このゼニトラ、舐めたらめちゃしょっぱいで。この裁判、あいつを追い詰めるしかなかった。自分から罪を認めさせる。もう少しだったのに。どうやら、もうおかわりは必要ないようだぜ。まだ飲めるよ。あと3杯ぐらい。証拠が、あと一つ。あと一つだけあれば、まこちゃん、助けられるのに。何、どうする、どうする、どうする?それでは、この証人の審理はこれで終了します。なんかない?なんかない?なんかこれ、なんかこれ。また来た!誰誰誰誰どれ誰どれ?その裁判。ちょっと待った!かっこいいね、糸の子!いいねー、いい顔してるよ。そう、いい時に出てくるわ、さすが糸の子は。今回2回目助けてもらった。あなたは、糸の子刑事じゃない、糸の子刑事。お待たせしたぜ。この自分が、消えそうな刑事生命のすべてを、今ここに、持ってきたっす。燃えそうな愛のために。一体何を?決まってるっす。もちろん。決定的な証拠っす!なんでそっと!小瓶か。お?当日午後2時48分、地方裁判所被告人第一控室を落として。遅くなってすまないっす。検査結果が出たっす。検査結果、指紋っすよ。この薬瓶の。あ、どうでした?わかりましたか?指紋の主。もちろんっす。自分を舐めちゃダメっす。で、やっぱりゼニトラだったんでしょ、主。ええ、もちろんっす。この小瓶にははっきり残っていたっす。芝生蔵虎之助の指紋が。よし、やったぜ、なるほどくん。ん?どうした、なるほど。どうした?どうしたの?さっきから黙り込んじゃって、ぷく。せっかく糸の子さんが頑張ってくれたのに。ごめん。言いにくいんだけど。今更この瓶に誰の指紋がついていても意味がないんだ。え?そうなの?どういうことっす?今僕たちが提示しなければならないのは、芝生蔵がコーヒーに毒を入れた決定的な証拠です。芝生蔵は被害者と会ったことはもうとっくに認めています。この小瓶にあいつの指紋がついていても、今となっては全く意味がないんです。やっぱりこんな時でも自分は役に立たないっすね。あら、糸の子頑張ったのに。糸の子さん、これがマコ君を助けられる最後のチャンスだったのに、自分は何の意味もないことに必死になって、ただのバカっすね、やっぱり。あ、なに、誰誰誰、あの糸の子先輩、まこちゃん。あ、まこちゃん先輩、私のために今まで、ダメな先輩っす。マコ君が犯人じゃないことは自分にはよくわかっているっす。それなのに、自分は刑事なのに。すまねっす。もう合わせる顔がないっす。糸の子先輩。行っちまった。か。糸の子かわいそう。なるほどくん。なんとかならないの?なんとかしたいさ、僕だって。糸の子刑事が必死で持ってきてくれた証拠品、何か使い道はないのか。何か、あ、これをどう使うかか。これをどう使うか。被害者の耳の薬、芝生蔵虎之助の指紋が付着している。待ってるからな。
ついてたからどうなんだっていうこと。同日午後3時4分、地方裁判所第4法廷。弁護人。はい。決定的な証拠品が発見されたということで休廷しましたが。はい。あれ、15だ。早速提示してもらおうぜ。その証拠品とやらを。当然、完全な立証能力を持つ証拠品なんだろうな。考えるんだ。なるほど、龍一。糸の子刑事の努力を無駄にしないためにも。アホらしいわ。初めて裁判ってもう見たけど、初めてちゃやろ。やっぱり大したことないの、弁護士なんて連中は。くそ、悔しい。それが決定的である以上、多くを語る必要はないはず。ただ一度だけ証拠品の提示を認めましょう。証拠品での立証はまず不可能だ。お、どうすんの。この絶体絶命のピンチ、付け入る隙があるとすれば、勝利を確信したあいつの気の緩みか。それでは弁護人、提示してください。証人の犯行を立証する最後の証拠品よ。小瓶は小瓶なの。小瓶は小瓶ないよなと思うけど、ここで他のもん出すってことないよな。ここで他のもん証人な、まあせっかく、まあなる、まあ糸の子は持ってきた。どう使うのよ。でもそれを突きつけていいですか。突きつけますよ一旦ね。まず突きつけて考えよう。これが弁護側の提出する最後の証拠品です。これは確か被害者の。裁判長、こいつの中身は法廷中の誰もが知っています。問題なのはこの小瓶にはっきりと指紋が残っていることです。芝生蔵虎之助、証人、あなたの指紋が。なんやで。しかし、なるほど、今さらその小瓶の指紋がどうしたというのですか。この法廷にいた人間は当然瓶の中身を知っている。しかしたった一人だけ知らないはずの人物。その陳家な瓶に Y の指紋がついているやで。それが一体何や。偽物の裁判、偽物の弁護、そして偽物の手がかり。全てが偽物だったこの事件の型をつけるのはやはり偽物の証拠こそ、偽物の証拠こ偽物の証拠こそがふさわしい。芝久蔵さん、これは致命的な証拠品なのです。なぜなら、この小瓶に入っているのは、お？温度棒のアロマテラピー、被害者の耳の薬、猛毒の生産カレー、もちろん分かってる。被害者の耳の薬なんやけど、それを、芝久蔵は知らない。知らないでしょ？知らないからなんや。それを知らなくて、知らないから偽物の証拠品を嘘つくってこと？嘘ついたらどうなるの？アロマテラピーって嘘つくか、猛毒の青酸カリって嘘つくかってこと？偽物の証拠品って言ってたよね。多分本当のこと言っても仕方なくて、よそよその場で触ったんですってなって、猛毒の青酸カリやとしたら、いや、その瓶ちゃうでってなるよな。茶色い瓶やでってなるから、
こっちが本物ね。マコの指紋が付着やろ。なんか起こんのかな。アロマテラピーって言ったらどうなる？アロマテラピーです、言うて。だからなんなんてなる？猛毒やったらなんかボロが出る？猛毒の生産カリって言った方が、なんやて、わしがそんなもん持ってんのはうんたらかんたらって言ってくれる？なんかなるほど、あんやろ考えが。なるほど、中に。乗っかるわ。ほな、なるほど。きっと猛毒やろ。なあ。そうやな、なるほど。そういう意味やな。偽物の証拠ってのは。信じるで。これは、青酸カリが入っていた瓶なのです。青酸カリ？岡隆夫さんの殺害に使用された猛毒です。犯行に使われたのは、この小瓶だった。汗かいてる。どうする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 。その猛毒の小瓶からあなたの指紋が発見された。いかがですか、証人。傑作やなあんた。違った。何ですか。いくら睨んでも無駄や。無駄。ほんまに笑わせてくれるわ。そんな安いハッタリでゼニトラを騙せると思ったが。バレとるやないか。ハッタリですって。見え見えの芝居打つやな。打つなや。見え見えの芝居打つなや。なるほど、リュウジ。そいつは青酸カリが入っていた瓶やないで。お？おう。なるほど。しかし確かにこの瓶には猛毒が。このゼニトラ舐めたらめっちゃしょっぱいで。なんなんそれ。舐めたらあかんで。なんで舐めたらめっちゃしょっぱいでって言う。なんで舐めた時の結果を言うの。舐めてほしくないやろ。まず青酸カリの入った瓶は茶色いガラス瓶や。そんなせこい小瓶全然違うやないか。ふん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 。あんたはほんまにアホやな。これで終わった。なんや。なんでみんな黙っとるんや。その小瓶は。あなたの言っている瓶、これのことですか。そうや、それや。青酸カリが入っていたのは、その茶色の瓶にワイの指紋はついとらんはずや。みんなこの弁護士に騙されたらあかんで。ケンジさんよ、あんたもなんか言うてくれや。まだ、わからねえのか。自分が今、何を言ったのか。どういうことや。あなたはさっき初めてこの法廷に召喚されてきました。もしこの殺人事件に関係がないのならば、知っているはずがないんですよ。青酸カリがどんな瓶に入っていたかなんて、ね。あなたはたった今認めたんです。自分自身が犯行に使用した猛毒の小瓶を。そんなアホな。このゼニトラが億単位の金を動かす闇金融のプリンスが、こんな若造に。確かに最後の証拠品は偽物でした。しかしあなたには偽物の証拠こそふさわしい。偽物の裁判、偽物の弁護士、そしてあなた自身、すべてが偽物だったんです。
何事ですか？どうやら停電のようです。やばいじゃん。え？あ、光ってる光ってる。やってくれたな、なるほど。光んやな、やっぱりな。すっごい光ってたな。17杯目のコーヒーは、あんたに奢っておくぜ。え？あー、こらまたやってる暗闇の中を。何してんねん、17杯目ほんで。いつの間にか数字進んでない。ゆっくり味わうがいいさ。あ、いるよ。あんたの獲物を眺めながらな。え、固まっちゃった。どうしたの？どうしたどうしたどうした？どうなった？固まったままもう動かなくなっちゃった。芝生蔵さん。今度こそ終わったのですね。なんで停電になったの？何の説明もない。五道賢治芝生蔵虎之助は緊急逮捕した。岡隆夫殺害容疑だ。どうやら我々は恐るべき過ちを正すことができたようですね。弁護士不在のまま判決を下してしまったってほんまやで。大問題って分かってる？そうですね。証拠はなかった。やつのたった一言さえなければ、その通り。芝生蔵虎之助は罪を逃れていたかもしれません。恐ろしい犯人でしたな。あなたたちの裁判のずさんさも恐ろしいよそれ反省して。捜査のずさんさとか本当に恐ろしかったのはそこの弁護人だったのかもしれねえな。うまいことまとめんでオチみたいに言うな。ほんまに17杯飲んだか数えてもなんか足りひんかったぞ。最後停電した瞬間にまとめてグビグビグビって飲んだやろで17杯目もう赤お腹いっぱいや飲めへんってなったから投げたんやろ。待てねえこっちは。護道賢治、何はともあれ決着は今つきました。被告人鈴木真子に改めて判決を言い渡します。無罪。やったー、敬礼してるわ、まこちゃん。ピシッ、いいねー、敬礼。では、本日はこれにて閉廷。警察官の心はね、やっぱ失ってね。ちゃんと最後敬礼。素晴らしい。同日午後4時10分、地方裁判所被告人第一控室。なるほどさ、あたしや、鈴木は、もう何と言っていいか、ありがとうございました。おめでとう、まこちゃん。1ヶ月前の裁判でなるほどさんにこっぴどくはめられたのも今じゃちょっぴり許せる気持ちになりました。理解してる、まこちゃん。あれ偽物よ。いやだからあれは芝生蔵だったんだから。あ、なるほどくん、あのドアのところ、あら、糸の子刑事。あ、じゃあそういうことで。待ってくださいよ。糸の子先輩。ああ、そのマコくんおめでとうぜ。ありがとうございます。自分は信じていたっす、マコくんの無実を。チラチラ見てる。その言葉、証言の時に聞きたかったっす。仕事やからさ。無呼吸。その、なんすね。じゃあ、そういうことで。あ、行っちゃった？ちょっと、糸の子刑事。走って行っちまった。まこちゃん、いいの？糸の子さん、まこちゃんのために頑張ったんだよ。この薬瓶だって糸の子さんが。そんなの、結局役に立たなかったっす。ひどいこと言うね、まこちゃん。
え？なるほどさんがうまく使ってくれたから。先輩はただひたすら空回りしてただけっす。余裕な自分のためにやってくれた人に対してやれやれ。どの子刑事のことをまた許せないみたいだね。ねえ、なるほどくん、なんとかしてあげられないの？そうだな。ねえ、まこちゃん、糸の子刑事はいつも君のことを心配してたんだよ。自分もそう信じていたかったっす。でも一日目の裁判、先輩の証言で鈴木危うく死にかけたっす。それは仕方ないよ、彼は刑事だからね。自分を鈴木のことを疑ってたに決まってるっす。困ったちゃんやな、この子は。糸の子刑事の気持ちを彼女に伝えてあげよう。おう、まこちゃんへの無罪判決のお祝い？お祝いだな。糸の子刑事の気持ち？なんや、あったか糸の子も周りのもの。糸の子周りのものあったっけ？プレゼント。生産カリじゃ。嘘。ごめんな、まこちゃん。ちょっと待って。あー、お弁当か？お弁当やな。まあ、これもそうなんやけどな。お祝いってことは、まあ、お腹いっぱいの愛とウインナーが詰まってる。これやろ。はい、これ。無罪判決のお祝い。これは。糸の子刑事入魂のプレゼントだよ。まこちゃん、ちょっと痩せたみたいだからって。先輩。私、実は、ウインナー、そんなに嫌いじゃないっす。お腹鳴ってるよ。お腹鳴ってる。まゆちゃん。そういえばお腹減ったよね。今日の裁判ずいぶん長くかかったからな。食べてもいいすか、これ。いいね。泣いてるやん、まこちゃん。どう、まこちゃん、おいしいっす。よかった。何、まあ気持ちは伝わるか。あんだけ頑張ったんやからな。偽物だらけのもので、まこちゃんを取り巻いていた偽りは姿を消して、本当の物語がこれから始まるのかもしれない。ああ完食してる、まこちゃん。ご飯粒ちょっと残ってるけど、ご飯粒ちゃんと食べてほしかったけど粒は残さん方がいいよ。ちゃんと食べた方がいい。ああよかったよかった。でも、ああ三剣や。三剣なんかかっこいい服着てる。三剣の話か。次でもよかったね。まあ糸の子のおかげやからね。でも結局あれ思いついたのもね、最後のやつを。それはまあなるほども頑張ったけど、糸の子が頑張ったから、あれ糸の子が入ってきてへんかったら終わってたからね。分かってる、まこちゃん。ねえ、俺ちゃんと言おうな。後でいいからな。な、よかったね。でも、ハッピーエンド、ハッピーエンド。まあ、芝くずをな。やっぱり最後はアホでしたな、あの人。やっぱり、わては、あんな人に負ける弁護士やありまへんねん。ねえ、みんな。ん？何？ねえって。ね。ねっていうのやっぱこれいいよね。毎回みんなねって声が小さいかな、みんな。小さいかも。もっと大きい声でねって言おう。ねって。そう。ああ、そんな感じ、そんな感じね。ああ、よかったね。楽しかったよ。結構すっと分かったね、今回法廷ね。そんなにつまずかなかったね。いいね。楽しいわ。やっぱこの最後の法廷がやっぱ一番スカッとするね。全部繋がってくるからね。そういうことかみたいな。ええやん。で次、三剣出てくるやん。何してた三剣今まで。
変な真っ赤な目の人とやってたんやから、こっちは分からへんね、あの人の何考えてるかな。釣り楽しみやね。うん、始まりの逆転やって、楽しみです。ありがとうございました。